おはようございます、くにさんです。今回の動画なんですけども、今回はね、栃木県にある湯西川温泉をね、皆さんにご紹介していこうかなと思っております。このね、湯西川温泉なんですけども、平家の落ち人というね、場所になっておりまして、1185年山口県下関で平家と源家のね、戦い、壇ノ浦の戦いですね。この壇ノ浦の戦いで平家がね、負けまして、全国にね、平家が散らばっていったような形なんですけども、その散らばっていった場所の一つがね、この湯西川温泉地になります。この湯西川温泉地に逃れた一家はね、平清盛、これがね、平家の中では一番有名ですよね。それの長男が平重盛、この平重盛の六男、平忠房ですね。この平忠房一家が湯西川温泉に逃れてずっと生活をしてきた、そういう地になります。それでこの平家のね、観光名所もございますので、観光名所もね、皆さんにご紹介していきたいと思っているんですけども、それと温泉地なので、温泉地もね、ご紹介していこうと思っております。宿泊の方もね、今回していこうかなと思っておりますので、このね、宿泊地のホテルの方はね、別動画、今回はね、観光地関連を一つの動画にしまして、もう一つを宿泊したホテルの動画という形で、二つのね、構成という形で動画にしていきたいなと思っております。今回ね、この宿泊するホテル、これはね、過去に私がですね、日帰り温泉という形で立ち寄ったホテルでして、すごい露天風呂が、景色が良くて、いいね、露天風呂だったんですね。これをね、皆さんにご紹介していく形をとっていこうと思っております。今現在ね、私は宇都宮インターチェンジの近くですね、これからね、湯西川温泉地の方にね、向かおうと思っております。それではね、現地の方に向かっていきたいと思います。はい、宇都宮インターチェンジですね。はい、日光有料道路に入ります。秋からね、冬になって景色もね、冬らしさ出てきましたね。日光猿軍団、左手が日光江戸村の方です、ね、トリップアートピア日光ですね、左手ですね。この小三越の交差点をね、通過してちょっと先に行きますと、この右手側、ここがね、あけびさん有名なところですね。貸し切りのね、個室タイプの露天風呂になりますね。はい、結構鬼怒川温泉ではちょっとリッチな感じで、綺麗なところで露天風呂入れるところですね。結構あけびさんも、温泉入るにはね、結構おすすめな場所ですね。鬼怒川有料道路です。こっちお金かかっちゃうのでね、右手側のね、観光地の方行くといい、こっちの方がね、お金かからないのでいいかと思います。こちら260円かかります。ちょっとお金かかるのが嫌だっていう人はね、右手側、鬼怒川温泉地になってますので、その温泉地の方を通りますとお金がかからないので、はい、そちらの方、お金かかるっていうのがね、嫌だっていう方はそちらの方おすすめいたします。これをね、左手行きますと鬼怒川温泉観光地中心部ですね。
ょうか。この右手側がね、有名な朝屋ホテルになります。ここもね、機会があったら、動画レビューしていこうかなと思います。はい、まず最初のね、立ち寄りのポイント、ユニシカワ温泉駅のところになります。ここはね、道の駅、それと観光センターがね、併設という形になっている場所ですね。手前にあるのがね、ユニシカワ温泉駅になります。その隣ですね、奥の隣が観光センターでして、でその奥がね、道の駅になってますので、そちらの方をね、皆さんにご紹介していきたいなと思います。電車でね、来られる方はここね、最寄りの駅はここになりますね。バス停の方もね、隣にすぐございます。時刻表の方もご紹介していこうと思います。はい、これがね、観光マップになりますね。はい、こんな感じですね。はい、今現在いるのはね、ここら辺ですね。はい、で右の方にもマップがあるんですけども、今現在私がいるとこはここです。西川温泉と書いてあるここですね。道の駅ユニシカワ湯の里ユニシカワ観光センターって書いてますね。ここですね。今回行く目的地はね、これずっと県道249号線というところでずっと行きますと、こちらにねユニシカワ温泉のねエリアがある形ですね。まずはじめにね、ユニシカワ温泉駅なんですけども、ここのホームがね地下にあるんですね。珍しい駅になります。ホームの方をね、ご紹介していきたいなと思います。こんな感じでね、初乗り運賃140円を払いますとね、ホームの方見学することができますので、車で来た方でこのホームを見学してみたいという方はね、お金払って入ってみてください。それではね、ホームの方をねお見せしたいなと思います。はい、ホーム着きました。おー、ホームこんな感じですね。いや、地下にあるホーム、駅自体は上にあるのにホームは地下なんですね。ユニシカワ温泉で有名な鎌倉祭りですね。はい、1月31日から3月1日ですね。はい、自販機が置いてあって、待機所ですね。はい、こんな感じで、いや真っ暗で、こっち側ね、先ほど川があったので橋ですね。こんな感じになってます。はい、こちらがねバス停になります。ユニシカワ温泉行きねのバスになりますね。時刻表がこんな感じになってます。平日は3本、それで土日祝日は2、4、6、6本ですね。はい、こんな感じになってます。電車でね来る方はね、ちょっと気をつけて来るような形取ってください。そしてね、さっきのバス停はねこっちだったんですけど、こっちにもバス停があるんですけど、こちらはね鬼怒川温泉駅行きのバス停ですね。これでこちらの時刻表なんですけども、平日こちらも3本ですね。はい、それで土日祝日は2、4、6、6本ですね。はい、こんな感じになってます。はい、でこっちがね、先ほどの駅ですね。で右手側にここにねユニシカワ観光センターがあって、で右手側に道の駅ですね。で手前にあるのがねここ足湯ですね。無料で入れるみたいなので、ちょっと行ってみますか。はい、spending time reminiscing of what it used to be.
ちょっとね、小腹が空いたので、ちょっとしたお菓子を買ってきました。じゃーん、絹の清流です。これがね、結構うまいんすよ。自分ね、よく食べるのは一般的なオムラですね。最近なんかね、こう、いちごとかね、あとは栗ですか？こんなのも出てるんですね。これ食べたことないんですけど、皆さんにちょっとご紹介するのはね、定番のこれですね、オムラ。これをね、ちょっと中身ご紹介したいと思います。じゃあ、中身なんですけども、はい。こんな感じになります。こんなんです。これがね、美味しいんですよ。ちょっとね、生地自体が、こう、ふんわりしてるというか、ふんわりというか、ちょっと、ふんわりからちょっと固めみたいな感じですかね。カチカチのおせんべいみたいなやつじゃないんですけど、はい。これがね、美味しいんですよ。中こんな感じかな。見えるかな。はい。いただきます。美味しい。うまいね。やっぱり、栃木県の定番のお菓子ですかね。安定した美味しいお菓子ですね。うまい。そこに、多いお茶。うまい。ぜひね、栃木県の方に来られましたら、お土産ね、この絹の清流、美味しいので、これをお土産にね、帰ると喜ばれると思います。はい、おすすめです。はい、ユニシカワ温泉に着きました。この次はね、ご紹介するとこはこの後ろにある平家の里になります。入り口はね、こんな感じになってます。ここはね、平家がユニシカワに逃れてきてね、どんな暮らしをしてたのかという当時の再現した観光施設になります。営業時間はね、こんな感じになってます。観覧料金、こちらが大人510円で子供250円ですね。これはね、平家の里の中の案内図ですね。はい、こんな感じになってます。昔はね、ここは栗山村と言いましたね。はい、それではね、中の方に入っていきたいと思います。すごい空吹き屋根だ。はい、こんな感じになってます。いやー、初雪、めっちゃ寒いっす。ただいまの気温、多分2度とか1度だった感じですね。はい、いやー、久々にこの寒さ、応えますね。はい、まず一つ目の建物、ちょうど営みどころ、加工所ですね。民営品加工所って書いてますね。はい、入ってみましょう。この風景いいですね。なんかすごい落ち着くような感じです。奥の館ですね。はい、ここは何でしょうね。おー、タイナー、あくも、ここにいらっしゃるのが平の清盛ですね。こちらの方にはね、平家の家系図ですね。で、平家はね、もともと天皇のね、血族でして、ぐーっと来ますとここにね、平の清盛がおりますね。ここのユニシカに逃れてきたのが、最初の冒頭でもちょっと説明しました、清盛の長男重盛、この重盛のずーっと来て六男ですね。六男忠房、この方がユニシカワで暮らしたと言い伝えられてるっていうところですね。その右手側の方には平清盛公の、まあ、説明ですね。はい、あとは源平関係略年譜っていうのもありますね。はい、こんな感じであります。こちらね、全国平家落ち人伝説伝承地って書いてますね。平家の落ち人の、ね、地域っていうのはね、日本全国こんなあるんですね。はい、いやー、すごいです。はい、出てきました。それではね、もう12時過ぎてますので、お昼ご飯食べに行こうかなって思います。それではね、お昼ご飯のお店ご紹介していきたいなと思います。
今回ねお昼ご飯食べる場所なんですけども、この目の前にある会津屋と書いてるねお豆腐屋さんになります。ここです、会津豆腐店です。ここはね湯西川温泉ではお豆腐としてはねすごいここ人気なお店になってるみたいですね。美味しいと結構評判です。燻製のお豆腐みたいなチーズっぽいようなものも売ってらっしゃる感じみたいなので、そのね燻製チーズもね今日お店にありましたら食べようかなと思ってますので、それもねご紹介できたらなと思います。それではねこの会津屋さんお昼ご飯として行ってみたいと思います。店内はねこんな感じでこたつになってるんですよ。いいですね。座敷になってるので、そこでね入り口がここで、靴を脱いでここね上がってくるような感じですね。でお会計する場所がここになります。はい、これがねお豆腐で作った燻製チーズです。こんな感じ。それとタレとお漬物ですね。あとこれはあれかね、豆腐で食べる付け合わせですね。はいはい、これがね人気な湯豆腐になります。いやーめっちゃうまそうだ。それではね食べようと思います。まずはねこのねお豆腐で作った燻製チーズいただきます。新感覚。中央はねお豆腐なんだけど、やっぱ周りがね全体的に燻製ですね。チーズっぽい味です。はい、うん、これねビールとか日本酒進みますね。うん、美味しい。マヨネーズいただきます。はい、湯豆腐とね豆腐チーズ食べてきました。いやー美味しかったです。今日ね雪が降ってて気温がめちゃくちゃね低くなってるので、なおさら美味しかったです。気になった方はこの会津お豆腐屋さんぜひ行ってみてください。現在ね2時ぐらいなんですけども、ちょっと早いんですけどホテルの方に向かおうと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はねこれで以上となります。これからですねこの後ろにある花と花さん、ここにね宿泊しようと思ってますので、このね花と花さんの動画はね次回の動画でご紹介したいなと思っております。今回の動画はねちょっとでも参考になったと思いましたら、グッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとねまだチャンネル登録をしてない方はですね、下にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともねチャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたします。それではですね今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。